は、まくうまゆかりごはんチャンネルのゆかりです。このチャンネルでは、時間をかけずに美味しく料理を作りたいという人におすすめの簡単レシピをご紹介しています。今回は、世界一簡単なチキン南蛮のレシピをご紹介します。チキン南蛮って取り上げて、あん作って、そしてタラタラ作ってって、なかなか手の込んだ料理ですが、前の YouTube で、フライパンで作るチキン南蛮のレシピをご紹介したんですけど、あれが美味しかったなと思いまして、もっと簡単にできないかなと思って、今回は、包丁なし、そしてレンジで作るレシピにしてみました。特にはチキン南蛮風なのですが、あのチキン南蛮の味が、なんと、20分以内に作れます。材料はこちらです。作っていきます。まず鶏肉の水気を拭き取ります。鶏肉は水気をしっかり拭き取っておくと臭みが気になりにくくなります。鶏肉の水気を拭き取ったら片栗粉をまぶします。で、片栗粉をまぶすことによってレンジ加熱した時にとろみがついて調味料が鶏肉に絡みやすくなります。で、小麦粉を入れたら全体によく絡めます。今回鶏肉は唐揚げを使っています。唐揚げを使えば包丁で切らずに済むので切る時間をカットして時短で作れます。切った後、包丁まな板ね、洗ったりすると思うので、もうその時間カットできるだけでも、だいぶ時短になると思います。小麦粉を絡めたら、調味料を加えていきます。まずお酢。チキン南蛮の甘酸っぱい味の酸味を加えます。次に醤油。醤油で旨味と風味を加えます。みりんです。みりんで甘みを加えます。で、この時、お砂糖も加えます。みりんだけではなくて、お砂糖も加えることによって、それの甘さが重なり合って、複雑な味わいになって美味しくなります。これら加えたら、全体に味が馴染むように混ぜ合わせます。で、よく混ぜ合わせたら、ふんわりとラップをして、100ワットのレンジで加熱します。レンジ加熱してる間に、タルタルを作ります。加熱中にタルタルを作ってしまえば、もうレンジ加熱した鶏肉に切るだけで完成ですので、あっという間に作れます。まず、ゆで卵をボウルに入れて潰します。結構逃げるので、しっかり押さえて、フォークをザクッと入れていきます。今回このゆで卵私茹でたんですけど、市販のゆで卵を使うともっと楽に作れます。で、今回は包丁なしで作るレシピですので、みじん切りの玉ねぎ入れてないんですけど、入れるのが好きだなっていう方は、みじん切り玉ねぎ6分の1個ほど入れると美味しいです。その時玉ねぎは水によくさらしてから、水気切ってから加えます。そうすると辛みが抑えられて美味しく仕上がります。卵を潰したら調味料を混ぜていきます。まず醤油。醤油を入れると塩気と、あと旨味が加わってタルタルの美味しさを引き立てます。で、ここにタルタルといえばのマヨネーズ。マヨネーズ、そして酢です。マヨだけではなく、酢も入れると程よい酸味が加わってメリハリのある味わいになります。さらにここにお砂糖。酢を入れて酸味を入れるんですけど、お砂糖で少し甘みも加えてあげると酸味と甘みのバランスが良くて、ちょっとまろやかな味わいになってこれがまた美味しいんです。混ぜ合わせたら味見をして、塩、胡椒で味を整えます。で、胡椒を入れるとピシッと味をして引き締めてくれますので、ぜひ胡椒は入れてほしいです。レンジ加熱してる間にタルタル完成しました。加熱したらラップを外して混ぜ合わせます。混ぜ合わせたら、今度はラップはなしでレンジ加熱して水気を飛ばします。はい、ラップなしで加熱したら、さらによく混ぜ合わせます。2回に分けて加熱するとこういう風にしっかりとろみがつくんです。はい、あとはここにタルタルをかければ完成です。あれば青ネギとパセリを刻んで散らすと彩りが良くなります。この時、キッチンバサミを使うと洗い物が少ないです。じゃあ、完成したので、世界一簡単なチキン南蛮です。全部レンジで作ります。全部レンジでというか、このチキンをレンジで作りました。はい、チキンはさすがに。そう。いただきます。はい、うん。美味しいです。お肉もレンジなのすごい柔らかくて、ジューシーですね。この卵も、はい、もうちょっとあれじゃないですか粗め、うん、なのですごい食感も楽しいですし、うん、ご飯と絶対合います。ありがとうございます。ありがとうございます。ご飯用意するの忘れました食べたいです。ご飯美味しそうだなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。